残す交流戦も2カード6試合、ソフトバンク戦とロッテ戦ということになっている。この動画ではこの6試合を全てプレイし、2021年の交流戦を終わらせていきますが、ただ現状ね、ゲーム差がどちらとも2ゲーム差空いとんのよね、上とも下とも。だからこれは日程ダイジェスト設定に従って、オートで最初進行することになります。だから6月15日のゲームに関してはプレイすることないですね。で、このゲームの結果次第でまた上、下とのゲーム差が縮まっていくと思うので、まあ、そこからのプレイ再開ということになるかな。あと交流戦順位に関しては現状下から数えた方が早い。オリックスと並んで9位ということになっている。たくさんの敗北を積み重ねているからこそセリーグ順位で横浜との差を開けられて、下とのゲーム差を縮められて苦しい状況に立ってるジャイアンツ。この流れを耐えることはできるか。まずは日程ダイジェスト設定に従ってオートで進行していきましょう。さあどうなる。今季初のソフトバンク戦いきなり負けた、うん、でこれ負けたことによって下の広島とのゲーム差が1ゲーム差になったので、ここからまた再開して俺が手動でプレイすることになりますね。1試合目は1対3ですか。この接戦を落としてしまった。まあよくある光景ですよね。もうジャイアンツというのは近年ソフトバンクにただ白星を与える弱いチームっていう認識通りの結果を残してくれたね。素晴らしい、エクセレントってなるかボケコラお前は。こっからやるん、俺がやることによってこの2試合何か風向き流れを変えられるかな。そうとは思わへんけどね。で上とのゲーム差もこれ3ゲーム差になってるんで、もうほんとだんだん A クラスキープすらできない、もう弱い粘っこさも何もないジャイアンツと化してますけど、まず1試合目に関しては得点のチャンスに注目して、打線に関しては現状こんな感じです。この動画からまたマルケスを使用することになる。一時的に2軍に落としていたが、これから先また打ってくれると信じてあげたんでね、いい感じのフレッシュ期間は通れたでしょ。だから打てよ。あ、これはもうお前だけじゃなくてチーム全体に言うとることやから。あと今日投げる今村も抑えて、その後投げるリリーフたちも抑えて、もうやれよとね。もちろんチャンスでは俺がプレイするわけなので、プレイヤーとまた選手個人団体も全て力合わせてこのソフトバンク戦こっからなんとか勝って勝ち越しで終わろうや。1試合目落としとんないから、このゲーム負けたら負け越しやで。それは嫌やな。でもまあでも負け越してもおかしくないなって思いますけどね。かはもうソフトバンク相手ってなったらもうなんだろうな、本能的にまたなんか DNA 的に負けて当然というかね、負けに行こうとしてる、なんか植え付けられてんのかもしれないね、そういうなんかトラウマ負けていいと思い始めてる。それをまた DNA レベルからね、あかんやろ。まあ、でも今そういう状況なんです。さあこのゲーム先に取る、得点を取るのはどっちだ。これ待てよ、柳田とかの成績見てねえな。そういやね、まあ、3回裏終えた直後見てみようかな。やばいんちゃうの打線全体。1番川島でも打てるね普通に。でその後今宮、グラシアルはそこまででもないな。でギータ、まあ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 ギータにしては打てないような気がするけどね。バレンティン、バレンティンはいるけど、あれデスパイにいないね。デスパイにはベンチにもいないのか。あと内川誠一とかも全然現役でいるしね、打ってはないけどね。はあ、クビになった選手とかまた戦力外になった選手とかそんなおらへんのよね。あと伊藤光いますからね、このチームにはね。海外いる以上別に FA の伊藤光を取る必要はないと思うんですけど、このチームにはこれがいたり、あとピッチャー野村も確かこのチームに加わってるはずなんですけど、ローテーション入ってなくない？入ってないよね、ベンチに。まあ、今日ベンチに入ってないだけであって、おそらく使われてると思うんでね。まあ、いろいろと戦力補強をしてるチームですよ。簡単に勝てるチームではないですよ。まあ、でももしも俺たちが山田を取らずにこのチームが山田を取っていたらと想像したらとんでもないことになるよね。今川島二塁手で使われてるんですけど、そこ山田だったってことでしょ。絶対勝ちようのないよね。もう見たまんま勝てない展開というか結果になってたと思うよ。で山田がこっちにいてなお勝ててないしね。こっちは山田のツーベースによってようやく初ヒットで初チャンスよ。お前おっせえわ。もう相手大竹が絶好調っていうこともあるのかもしれないが、打てなさすぎやろいくらなんでも。でこのようやく来た初チャンスを無駄にしたらそのまま終わると思うしね。難しいわ。打ったー、うまくバレンティンの前に、いや後ろに横に落ちたー。よーし、初チャンスをものにした。最近こういうことできてなかったんでね。だからオリックス相手なんか負けてたジャイアンツを前回お届けしてしまったが、今回は違う、ソフトバンクに勝ち越すジャイアンツをお届けする予定です。見てろ。まずは同点。この後ね、重要なのはこの後よ。同点までは追いつけても、その後の勝ち越し点、逆転の点を取ることができないチームなんで。まあ、ホームアドバンテージもあるからね、同点のまんまでこの後行ってホームランで出たらそのまま終わるんやけどね、試合は。
お抜けるよし走る走る坂本ギターの肩はえぐいけど、よしよしよし丸はどうだ丸はどうだ丸おっとっとっと今いけたなセカンドどうわー今一塁ベースカバー入ってなかったんで送球があんな感じだった今戻れたよ行くのは無理にしても二塁ベースねうわもったいないな入ってるとてっきり思ってたんでね CP にしては珍しいあの辺の連携プレイヤーも完璧なんで絶対挟まれたらアウトになるんですけど今見てほら一塁ベースガラ空きなんでねもう戻っておけばセーフだったのにあーこやなーこれは俺の判断ミスだよその結果突ってアウトになるんだからねもったいねまだチャンスでプレイできたよこれちょっと待てよ今村いやもう7回はさすがにええわ内川誠一相手代打送ってきたけどね石山出すもう鉄壁のリリーフ陣で勝ちを目指すよこれうんいや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 、いらへんよ、いらへんよ。おいおい危ないな、気をつけてくれよ。もう今日は勝つための必要な得点は取ったんだから、相手見たくこの1点を守って勝つよ。中川。いつもの流れ。いつもの、いつもの流れ。いつもの流れ。あ、ランナー満塁逆転イェーイあーイェーイ !4 点目まで与えやがったやっぱ負ける運命なんやねこんな野球のやり方してなおリリーフ陣いつも打たれてないやつが急に打たれて負けるまあ急に打たれたというかソフトバンクだから打たれたっていう言葉が正確なんでしょうけどねはあもう無理っすようん後の試合何の希望も持たずにプレイしようと思 もうソフトバンクには負けて当たり前だと俺も思ってるしまあそうやって DeNA が告げとるし本能が告げとんのでねもうこれ以上何も抵抗はしませんうんだからもう何もしないでこれ、陣が入れ替わったんじゃないですかカープが勝って巨人が負けてるという状況が出来上がった場合巨人は3位に転落することになる中川航太プロ初安打、うん、9回の打席入ったからね、うん、でもまあそんなんいらへんからお前何してんなお前抑えろよいつも抑えてたくせになんで今日だけ打たれる言うたらやっぱソフトバンク相手やからよ、ね、ソフトバンク相手に打たれてそれ以外抑えても何の価値もないでお前はあ最悪見てこれここ最近もう負けまくりやからねほんとえぐいレベルで負けてるわで、そっと、あーっと、待て、2位という立場はまだ守れてるな。おそらくカープも負け、また横浜も負けたので、ゲーム差変わらずって感じで。まあ、しかし、順位が変動しそうな戦いは引き続き続くので、もうこの後絶対負けると思うんですけど、まあ、やりましょう。プレイするゲームね。次は失点のピンチですよ。うん、打線が取ってくれるか分からへんけど、まあ、次ピンチできたらちゃんと抑えて、先見たくならないようにするわ。エースの菅野ね。まあ、エースつったってお前数字は全然エースっぽくない数字やけどな。もう頼むわ。勝つとすれば、菅野智之が抑えてくれて、打線が、まあ、ある程度得点を取ってくれてしかないんじゃない?あんな負け方したんだからね。完封しかないと思うよ、菅野智之の。お願いします、菅野様。お前までダメならもうその時は本当に諦めるわ。これ日本シリーズの前哨戦だと考えていいんですけどね確実にソフトバンクは日本シリーズに来るから俺たちが行けるかどうかは別にしてまあでも来ると思うのでソフトバンクは、うん、だからこの戦い、まあ、こんな結果になってるってことは日本シリーズたとえ俺たちが進めたとしても今進めそうにないけどね、うん、まあ進んだとしても分かるよねこの後に起こりうることがマジでひどいっすだからもう正直日本シリーズに出る必要もないというか負けるんだから前哨戦でこんな結果になったんやからねあーただ前の試合とは違って山田のホームランもあればその後チャンスを作って得点も取ってなんか初回から得点取りまくりやね今やるかまあ今やれたのであればいいのかなまあとにかくうん勝ちましょう1回くらいね初めて来たピンチもちろん絶対やらないようね今日は菅野の完封変えないよピッチャーもう意地でも変えないねたとえ5点取られたとしても何点取られたとしても変えないわ菅野には完投してもらうと決めたのでたとえ接戦の場面満塁のピンチを作ろうか他のピッチャーは信頼ならだって一番リリーバーで信頼のある中川が前の試合打たれてる流れでお前中川以下の信頼度の投手この試合で出したいと思うかたとえそれが点差がね10点差で勝っていたとしてもねいや今日はもう菅野で行くよ出したくない出せない出すはずもない菅野で完封完投を狙うあ打線はまた取るね今かまあ相手ピッチャーの違いですよねさっきのゲームは大竹絶好調だったんだねまあでもその場面で俺がね頑張って相手得点取ったわけなんでねできればと思うんですけどまあまあまあ今言ってもなねまたピンチ来たよ4点差あるけど油断禁物勝てたと思ったら負けたやん俺はもう確実に勝てると思ったけどね勝ちパターンを使用していけるやんと思った
負けてたやん、その現場をもうまじまじと見ましたけど。おお、ピッチャー返へんし、初球から打ってくるし、なんやねんこのチーム、怖えわ、一人一人怖えわマジで意識高すぎるやろ。あー、ただその意識の高さが逆にな展開を作ったね。でもまだ勝ってないよね。例えば4点差でこの場面のゲッツー、通常のチーム相手ならばもう勝った勝った勝った、はい勝った勝った勝った、はい勝った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 って音頭を踊ってるところ、踊れないんすよね。相手がソフトバンクということを考えたらできないんすよね、そういうことがね。だからまだまだ油断することなく、おっと打線は満塁のチャンスを作って岡本ヒット、その後も得点を取って7点差。まあゆとりがあるけどもピッチャーは変えないよ。でこれ点差5点差以上なのでプレーすることはないです、うん、だからオート進行ですね。今ピンチでしたけどプレーしてない、まあその間に1点取られたので今日の完封はないが、まあただ完投はあるのでね。もう菅野いけ命令や、いけないはない、うん、最後9回抑えて抑えてゲームセット。日本シリーズの前哨戦となったこのカード、1戦目2戦目はソフトバンクの投手に抑えられ、また打線にまあ牙を向けられ、噛まれ、捕食され、いろんな部位を失って、今どこついてるんだろうな、手足ないですね感覚として。まあでも命はあった、勝ったことによってね。こう負けてたら命すらなくなってたところなので、まあ7対1という大差なゲーム展開を作れたことによって、まあ日本シリーズこれから先進めんで勝つ、まあ戦う場合何かこちらもやれることはあるんじゃないかな、まあ、少なくとも過去2試合とは違った結果を出せてよかったという小学生並みの感想を一言残して終わりましょう。今日は菅野智之の完投勝利6勝目、山田哲人の11号、先頭打者ホームランですね。それもまたこの試合の流れを作ったのかもしれない。はあ、ほっとしたと同時に終えてよかった本当もうやだこの先も戦えねえよこれ。パリーグでそして特例日程の場合だとね、ソフトバンク戦がワンカード6試合続くわけなんでね、よかった、そうじゃなくてね、関係なくてね、6試合もこんなチームと戦えるから、3試合戦っただけでここまでの疲労感があるんやからね。でこれ日程ダイジェスト設定に従ってオートで進行するかな。このあとロッテ戦、これが交流戦の最終カードなんですけど、あ進行して、あ全部終わった、全部終わって、ちょちょちょ、ま、待て止まれ、一気に進みすぎだわ。交流戦終わってもう次セリグ戦再開されてるよ、これ見てよ。ロッテ相手に3連勝ですね。白星を積み重ねて、でも一気に広島戦の1戦目まで来たからね、この動画はもうここで終える予定だったんですけど、一気に飛んじゃったな。ちょっと当初の予定とは違うが、まあ、交流戦が終了したということで、まずは今季の交流戦の順位から確認していきましょう。結果巨人は8位ですね。最後の3連勝もあったから、借金をなくすことができたが、ただ貯金を作ることはできなかった。で、1位の DeNA、今セリーグね、1位の DeNA は貯金を作ってる、またその他貯金を作ってるセリーグチームが中日広島とあるからこそ下とのゲーム差縮められて苦しい瞬間もあったが、今のところ1位とのゲーム差を再び縮めて2ゲーム差で、下とのゲーム差を再び2ゲーム差と空いてるんで、まあ、この動画の前に戻れたって感じですよね。元通りになったっていうのが正解でしょうか。ロッテ戦プレイすることなくかびっくりした。まあオートで進行しているのでこういうこともあるので、もう今季はこういうやり方でペナントレースを進めていくので、ちょっとご理解していただけると嬉しいです。もうプレイしたゲームたったの2試合なんでね、交流戦終わるとこまでやろうと思ってたんですけど、まあ、6月がもうあと4試合で終わるわけなので、じゃあこの動画もこの後6月終了するとこまで一気に進めていこうと思うわ。物語は6月26日まで進んで、こっからまた手動で再開されるってことです。いや違うな、まだゲーム差2ゲーム差なんで、だからこのゲームに関しても日程ダイジェスト設定に従ってオート進行ですね。うん、これでスキップしていきましょう。さあどうなる、勝って、あ沢村が怪我してしまいました。ノー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 。あーでゲーム差1ゲーム差になってるんで、これ横浜との順位が変動しそうなゲーム差になったでしょ。だからこっからまた再開してプレイすることになるが、ただそれと同時に沢村がここで離脱か。4日間なので、まあ軽症やわな、試合では4日間使えへんけど、数字もだいぶ落ち着いてきたよ。一時期5点台近くあったんだけど、今 4.20 ビハインドでも器用の投手なんだね。まあいいか、沢村に関してはやっぱ4日で戻ってこれるから、ひとまずもう怪我抱えたまま1軍登録しておきましょう。やっぱこのあと10日間使えないっていうのは痛いからね。でこのあとプレイするゲームに関してはカープ戦のこれ3戦目ですよね。勝てば、そして横浜が負ければ順位が並ぶことになる。このゲームに関しては得点のチャンスに注目して、またこれも5点差以上ならスキップということになるんでね。で
現状使用してるオーダーマルケスはどうだ、数字上がったか。1割9分、まあまあ上がってるけど、元1割7分だったからね、そこから1割9分して上げた、まあ上げたって言えるけど、上げてないよ、なんだかな、いや、石川もひでえな、お前、外野手が6に打ってない、どいつもこいつも、これならもう金子でいいと思う、マルケスも状態いいしね、これならもっと上でこの試合限定で使っていってもいいと思う、下位打線が相変わらずグロい、よくお前こんなんでロッテ相手3連勝できたな、あれなかったら交流戦借金抱えて終わるとこだったから。あと岡本通算100本塁打まであと2本と変わってない、このオートで進んで勝利を積み重ねてる期間一度も打ってないってことか、なんかストップしとんね、まあ、ストップさせた要因は俺じゃないですか俺がなんか手動で動かしてから露骨に岡本オートでも打たなくなったんでね、変な流れを作ってしまったのかもしれない、まあどうであれとりあえず勝ちましょう、今日勝てばまた再び首位に戻れるかもしれない、そんな戦いサンチェスまず失点せんかったね、いやまあ1回だけじゃなくてこの後もね、オーケーチャンス勝つも得点入ってる、いややっぱ打線ちょっとつながりできてるし守れてるしね、岡本は状態悪いけど、なんか久々になんか勝つ空気っていうのが出来上がってる、なんであんなソフトバンク戦で傷ついた後こういう感じになったかわからへん、いやあのソフトバンク戦で傷ついたからこそとも解釈できるんじゃないか、ぶっちゃけて言うとやっぱソフトバンク以上のチームが他におらへんや、この日本球界どこがトップかと言われたらソフトバンクですよ、ソフトバンク以外は何ていうのかな、その、錯覚というかなんかで弱く見える、あまりにもソフトバンクは強すぎるからね、まあ、それにもよってなんか勝てるようになったんじゃないですか、ソフトバンクと比べたらそうでもないよなみたいな感覚に包まれてるんじゃないですか、ようわからへんけどね、まあ、とにかく勝っているのであれば何でもええ、この試合勝ったらチーム5連勝とかじゃない、ロッテ戦以降負けてないんでね、まあ、負けてないからこそ今現状こんな感じになってんだよ、で状態のいい坂本勇人、このチェンジアップ鬱陶しいわ、タイミング合わねえ、ポイント待ってないわ、なんなら何待ってなかった、その後丸がいるんで丸で打てばいいんすけどね、よし落ちるやつ落ちるやつ知ってるやつ、これ絶対落ちるやつ、あうおありがとう大森くん、守備では大森って感じのプレーじゃなかったね、こもり、いやこもれてね漏れてね落ちてたよね、全部落ちたよね、なんならボールとともになんか乗せてた具材的なものが来たね、シャー2点目ゲット、まああれは打った瞬間落ちると思ってたんでね、大森のプレー云々じゃなくて丸が打ったとこが良かったんだよ、あーもう岡本はちょっと苦しいわ今日無理やわ、あの坂本絶好調丸の流れでこんなミート能力ちっちゃい人では打てんすよもう岡本から始まってその後坂本丸ってつは、いやお前ウンチェスよね、これウンチェスってやつよね、ネットで言われてるね、最悪のタイミングでの最悪な失点やん、なんじゃそれお前、一気に逆転までいっとるし、まあその後もねまた同点に追いつけるチャンスなんで、まあここはちょっと冷静にプレイしよう、いろいろと言いたいことはあるけどね、うんうん、もう最低限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 、まだ最低限でいいよ、三塁ランナーがいてワンアウトなんでね、いや最高のチャンスだわ、ユージね、ゴロ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 、大きな結果なんていらない、転がすことに命をかけてるパッとおられてるし、命かけすぎじゃない、バットかけてたよ今折れたけど、ちょっと強いか、うんですの俺でもセーフになる、オッケー、こういう形で再び逆転、サンチェスお前やってくれた、もうこういうとこは印象悪いよねこいつ、まあ絵はとりあえず打席には立たして、その後5回の表、危ないな、もうちょっとこれ以上は引っ張れないね、連勝の流れだから、もうしょうもないピッチャーによってしょうもなく潰される展開だけは避けたいから、ここでヒロシ行こう、まあ、でもちょっとこれも怖いですけどね、ヒロシもヒロシで、今日のヒロシはいいヒロシだったね、悪いヒロシといいヒロシがいるんですよ、今のはいいヒロシがなんか泉から出てきたって感じ、7回のマウンドに関しては、あ中川出られた、この辺今日絶不調か、使えへんな、そう考えたらもう1イニングヒロシ行ってみよう、先発もできる投手なんだね、だからスタミナもあるから、おっさ得たね、よーしこの辺怖いけど不安やけど、もう1イニング、さすがに3イニング目はスピードになれる相手の打線もいるだろうしね、ここは変えて、相手鈴木からよね、鈴木対決じゃないですか、どうしようかな、
鈴木対鈴木、勝つ鈴木がこっちにいたらいいなと思う。じゃあちょっと試してみよう。あ、勝ったね、オッケー。じゃあその後のバッターも抑える鈴木じゃないね、あかんあかん、変えよう。ここで状態のいい坂倉、今日はもうピンチでプレイしてないのでオートで抑えてくれることを願うしかない。どうしようかな、石山出してみようと思うわ。石山出したのと同時にこれね、守備交代で小林キャッチャー送っとくわ。そうすることによっていろいろと防げるかもしれない。頼む、抑えてくれよ、抑えてくれよ、抑えてくれよ。よーし、ナイス、抑えた。8回、おいで得点ゲットだぜ。ちょっとね、3点目以降、まともな得点の取り方できてなかったんですけど、今、タイムリーで取ったね。まあ、こうあるべきだと思います。それができないっていうのがおかしいんだけどね。普通に打つ方が得点って取りやすいよ。ゴロゴロ連発して取る、そして逆転して勝つ野球。なかなか珍しい、このプロという舞台でね。ああ、ここでまた絶不調の岡本や。これもゴロゴーにしておこう。最低限で得点取れるんでね。相手全身守備してきてるけど。うん、最低限、最低限、最低限、ひたすら全部菊池やんけ、この場面。なんか笹岡監督、今、吐いてたよ。相手からしたらイラッとするわな。打たれた方が心情的にスッキリできると思うんだけど、できないもんね、この失点の仕方ね。気持ち悪いと思うよ。でもごめんな、これがジャイアンツの野球なんで。守備固めを送るっつっても、まあこんなもんやな。はい、あとはこれで乗り越えます。石山で、おっとゲームセット。チームの連勝は止まらず。あ、申し訳ない、俺連勝達成してた言うたけど違うわ。6月25日のゲーム負けとんのや。だから連勝自体は2連勝ですね。広島戦はこれで終了。そしてこれから始まる横浜戦。ちなみにこの戦い、首位攻防戦、ゲーム差は1ゲーム差なので、巨人がこのカード勝ち越した場合、並んで終えることができる。3連勝をしたら超えて終えることができる。まあでも3戦目に関しては今回プレイする予定ないので、2戦だけプレイします。最初の1試合目を迎える前にオーダーをちょっと変えた方がいいんじゃないかな。石川をレフトで起用しているが全く打たないので、これを外して、まあもう消去法的に金子か俊介。まあ俊介の状態がいいから俊介。でマルケスの打順をこう、うん、もう一つ上げてみようかな。最近ちょっと打ってくれてるし、打ってる言うてもまだ1割9分2厘やけどね。なんか他おらへんのこれ。いや、2軍の選手も状態悪いっていうね。俺の取ったこのドラフトの選手もいるけど、なんか機会与えてみるのもいいかもしれへんね。他の外野手がクソすぎるから。こんなのだったら起用しない方がいいような気がするんだけど、まあそこの出番はまだええわ。そこはまだ使いたくないというか、シーズン後半戦にやっぱ自分の取ったドラフト選手は残しておきたい。そこに頼るようなチーム状況が一番良くないと思うんでね。だから最初のゲームに関しては今いる戦力で失点のピンチに注目して、今日の先発戸郷、なんか最近ちょっと打たれてるんでね。数字も今 3.59 か。まあでも言ってどうぞ。横浜との直接対決はこの物語だいぶ久々よ。交流戦があってからもう1ヶ月以上戦ってなかったので、久々の戦いがゲーム差1ゲーム差の首位攻防戦。前戦った時は巨人が1位、横浜が2位という立場だったんだけどね。今は違う、追いかけるものと追いかけられるもの、逆転してるね。まあ最終的にそれがまた逆転して終わる3連戦に今回次回していきたいですけどね。ハマスタで行われる今季12回戦目。最近の直接対決とかの結果はどうだろうね。この画面で見られないかな。あんまり勝ってる印象ないけどね。まあ、横浜相手も部が良かったらもっと差が空いてるはずなんでね。ちょっと見ることはできないが、始まった。1、2番絶好調なんすけど、盗塁失敗。余計なことやな。その余計なことが余計な展開を招くんやで。3番に入るは神里。得点圏打率3割全部8厘。いろんな選手がいる中、神里3番で起用するのか、横浜はね。久々の対決、相手の打順を見ていくとこんな感じで、並び的には宮崎3番でね、神里2番1番の方がいいような気がするんだけどね。まあ分からんわ。本当この中村新加入選手は全然打ってない。伊藤光でええんちゃうの。これならね、全力で引き止めておくべきだったと思うけど、まあなんか監督と揉めたんでしょうね。だから球団のルールとか監督のルールを無視したんでしょうね。だからかな。今ソフトバンクですよ。わあ、早い、すごく早い。取れないか。今落下地点入ってたよね。タイミングミス。あーで外、本塁打ランキング21本で村上宗隆と並んでる。そこに村上の名前が当たり前のようにあるっていうのがこれ恐ろしい現象なんですけどね。まあすげえからといえばそうか。村上がね、走っ
ってきてアウト。よしよしよし、これ外無理から勝負しなくてもよくない別に、際どいとこ攻めて振ってくれなければ。あーいや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 、めっちゃ際どいとこもボールやん。なんだろう、外国人選手は手が長いからあの辺打てるってこと。いやボールやん、ボール無理から打ってお前そこまで飛ばすっておかしい。なんかやってます、打ってます、サインレスにしてます、ゴミ箱バンバンなってませんこれね。あかん、自分が打たれたらねそういうとこ疑いかけるんですよね、俺はそういう人間です。はあ、もっと大げさに外した方が良かったかな。誰だあとそんなこと言ってもしゃあないけどね。まあ言ってんですよ言うても。どっちにしろ横浜戦は点の取り合いになるからね、こんな感じでそれを守ってどんも、いや守るんじゃないな、打った方が勝つな。それがもうある意味伝統となってる巨人対横浜だよ戦い。もうちょっとセンター方向打たれすぎじゃないですかね、なんでそんな完璧にタイミング合うのお前。おかしいやろ、全球種打たれたんだけど抑える球なんて一球もあらへんやん。また盗塁アウト、アウト。神里には感謝だわほんま、アホみたいな走塁士が多すぎる。野球 IQ が足りてねえって言ってたらまた外に打たれる。何よこのセット、もう意味不明。なんでお前ボールやん、さっきよりもお前ボールやぞ。それ次流すんじゃなくて引っ張るの、手が長いから流してボールをねあっちに運ぶっていうのは100歩譲ってわかるけど、お前それを引っ張るってちょっと伸びてるよね。なんなら腕ゴムゴムの実の能力者かお前、なんかゴムでできてるんでしょうね外の体はね。なるほど、それならあれだけホームラン打ってホームラン王になる理由がわかるわ。ほんでオースティンに打たれるおまけまであるというね。そしてこれでピンチと、やい負けた、もうストレスたまるわ。勝ってる流れやけど全然そんな空気じゃないというね、アホみたいに打たれるやん。また失点、もう抑える術がない。徒歩クソほど使いづらいわ。これアップデートの徒歩なんだね。今プロスピンシのパープルでもめちゃくちゃ使いやすい投手となってるよ。今季の成績に応じて抑えてるんで。これアップデートの徒歩なんでクソほど使いづらい。使いたくねえ。なんで使ってるんだろう。自分に尋ねてますよ。なんで俺はこれを使ってるんだろう。まだ打たれるでしょうね。はい、まだ打たれた。本当に打たれた。外のホームラン打たれたわ。もうサイクルヒットリーチかけとるやん。スリーベース出たらサイクルヒットやで今日。打ちまくりやね、ほんと不思議と。ま、外やからの一言で片付くわな。不思議でもなんでもねえよ。4点差になってしまったが追いつける気配はないですね。首位攻防戦の最初の1試合目終わりますね、このままいけば。でこれ負けたらゲーム差2ゲーム差以上開くんで次のゲームオートで進行しますよ。つまりはもう6月最後のゲームをプレイできないということ。嫌ですねそれね、やりたいっすね、6月最後の締めくくり。あーでも負けちゃいました。ということでゲーム差2ゲーム差になってしまい、このカードでもう抜くことはできない。あとの2試合勝って並ぶことはできてもね、残念です。その一言です。勝ちたかったっす。でもなんかほんと意味不明なレベルで打たれるんでね、もうこんな完全にボールでしょ。それを逆方向にこれ、まあこれに関しては腕が長いからアウトコースの球を流してヒット、それはわかると。でもこの後に打っただけよね、これですよね。これさっきよりもボールゾーン投げているが、これを引っ張り出してここまで飛ばしている。ゴムでできてるんでしょうね、体がね。それで納得しましょう。はい、終わりです。で、はい、もちろんこの後、日程ダイジェスト設定に従って、オートで進行するのでスキップしていきましょう。どやー。はい、負けたー。その後も負けたー。で、7月突入で、ここで終わりになりますね。で、ゲーム差3ゲーム差空いているので、次回再開するときも今回のと同じようにまず最初のゲームに関してはオートで進行して、その後も続いていく結果、首位攻防戦の負け越しが決まって、この動画前よりもゲーム差を分けて7月を迎えてしまったジャイアンツ。いい流れが急にできて勝ちまくってたと思ったら横浜に負ける。まあ実力差があるからでしょうね。おかしいな、チーム力ではこっちの方が高いのね。オートでも手動でも負けまくるというね、相性が悪いから何なのか分からへんけども、なんかもう横浜には一生なんか立てつけないね。これで通算5勝8敗やもんな。3つの借金抱えてる分がまんまこのゲーム差につながってるんでね。まあ先のことなんて考えても仕方がない、出てくるのはネガティブなことばっかなのでね、だから先のことなんて考えない、今楽しければええやんという発想、そういう生き方で生きていこう
こうと思います。この動画では一気に7月の1日まで日程を進めました。思いのほか進んじゃいましたね。また次回ここから再開して、進めていって前半戦は7月の22日に終了するので、まあ、そこまでハイペースで物語を進めていこうと思いますので、興味があればまた次回も見ていただけると嬉しいです。グググググバイ、また会おう。